仕事をしてたんですけど、まあ、3.11 が起きた時にももちろんイギリスにいたんですね。まあ、その時にまあ、向こうは早朝だったんですけど焚き起こされて、友人に焚き起こされて、こうインターネットとかをその惨劇を見ました。ね、もう5年も前の話なんですけど、その時にイギリスのもちろんメディア、テレビ、新聞なども僕は見るわけですけど、日本のテレビと言ってることがちょっとおかしいな、ちょっと違うなっていうことがやっぱあって、失礼しました。このなんですか、はい、そう、イギリスのテレビ新聞とはなんか違うなっていうのがあったんですね。まあ、それは何かというと、もちろんイギリスのメディアはやっぱり日本と一緒で、まあ、イギリス人のことを報道するし、イギリス国民というかイギリスの国自体がどういう影響が出るかっていうことももちろん報告するんですけど、まずね、他の国もそうですけど、イギリス人はまず帰ってこいと、もう日本は危ないって、なぜかというと放射能が出てるから。で、イギリスにもいずれ放射能が飛んでくるという、もうそういう話がもうすぐに出てたんですよ。でも日本のテレビを見てると、まあご存知に直ちに影響はないし、福島からも別にね出なくていいと、外国人は帰るけど、まあ日本人は別にね、頑張ろうと、とどまって頑張ろうと、なんかそういうのをね、まあ聞いててちょっとおかしいなと思って、まあ僕もそのいつまでもイギリスに行くつもりもなかったし、 3.11 が起きて自分の、ね、友人や家族が日本にいるのに自分だけその海外にいるっていうのもおかしいなと思って、だから帰国しようと思ったんですね。で、帰国して自分が何をすべきかと思う考えたときに、やっぱりその日本のその政府やメディアが言ってることはもうおかしいなと、まあ海外のメディアと比較したときに思って、まあその自分で考えた結論としてはやっぱり避難してほしい、移住してほしいと、そういう活動ができたらなと思って、自分の地元の福山に帰ってきて。その隣の尾道に友人がいたので尾道に住むことにしたんです。で、そこで、まあ、福島や東日本から移住避難したい人 の手伝いをしたいんだけど、そういう動きをしたいんだけどって言ったら、すぐにこのレイコードの信江さんという人を紹介されて、まあ、信江さんはそういう活動をされてたので、僕は信江さんの、まあ、手伝いをするっていう形で信江さんにと一緒に行動するようになったんですね。で、そのうちに信江さんっていう人がそのミュージシャンから、音楽業界からもすごく有名な方だって、だんだんこう気づいていって、で、信江さんとのこの活動を、まあ、記録するうちにですね、まあ、何か一つ作品にして、信江さんと僕がやってるこの活動なり思いなりをなんか伝えるものが作れないかなと思って、途中から映画にしようと思って撮影をしました。で、できたのがこの映画です。で、できたのが、公開したのが2014年の5月なので、まあ約2年前ですね。それから、まあ、全国の映画館、関係映画館、自主上映を含めて今120カ所以上で上映が今も続いています。本当もうヒーローっていうか、もうね、なんかスーパースターとか、なんか映画の中でも言ってましたけど、そういうふうに思ったことは一度もないんですね。割と僕が出会ったのは、まあもう野辺さんがミュージシャンから有名だとか、そういうのも一切知らずに出会ったので、もう本当にもうなんか無骨ななんか人で。名前もろくに呼んでくれないし、話しかけても目も合わせないような方で、なんかもう本当なんかイライラする人だなって思って、
あんまりこうそんな野辺さんをこうなんていうんですかね、持ち上げるような感じではなかったんですけど、まあ今もそんな感じなんですけど、なぜそのスーパーヒーロー、スーパーローカルヒーローというタイトルをつけたかというと、野辺さんを見てるとこういわゆるこうボランティア精神でこう誰かのためにっていうふうに動いてる人とはちょっと違うな、ちょっとなんか様子が違うなっていうのに僕は感じてて、野辺さんはなんかこう誰かのために何かのためにって言って行動してるような、なんていうかタイムラグというか時間がないんですよ。野辺さんはもう考える前に行動するっていう、ほんとすぐ動き出して、僕がカメラで追いかけても追いつけないというか、もう後ろ姿ばっかりだったと思うんですけど、野辺さんが例えばね、明日福島から家族が来るよっていうことを事前に言ってくれればいいのに言ってくれないんですね。もう当日になって今駅来れる車でとか、なんかそういう感じの人でもう来ちゃってるからって、車なんで用意してないんですかってことになるんですけど、もう全部がもう目の前のことに対して体で動いてる、なんかそういう人なんですね。だからこうもう、まあ、誰かのためにっていう言葉を言い換えるなら、もう自分のためにやって行動してて、その先にその結果が誰かのためになってるっていう、なんかそういう人なんですね。まあこれは僕の勝手な解釈なんですけど、僕はそういうふうに思っていて、そういう人がスーパーローカルヒーローっていう、まあなんか勝手にこう名前をつけて映画のタイトルにしたんですけど、でこの映画を上映していくと120カ所ぐらいでやりましたけど、大体どの町にも野辺さんみたいな人、あいるよとかいるんですね。なんか友達とか僕の親父がそうですとか、あそこのお店の親父がそうですねとか、いっぱいいるんですね。そうで、そういった方って結局やっぱりこうまあ腫れ物扱いされてることが多いんですけど、でもそういった方、野辺さんのような方って本当自分で考えて自分で行動するとか、もう自分の意見を誰がどう思うの関係ない、もう、ね、どんな格好をしてようが、どんな職業をしてようが、ね、どんなお店、ね、やってようが、そんなの関係なくて、音楽ライブ一つあってもそうなんですけど、ただいい音楽を地元の子たちに届けたいとか、でせっかく来てくれたミュージシャンにただ感謝を示したいと、そこをじゃあお金どうするのとか、じゃあスタッフはとか、そういうのはもうなんかどうでもよくて、野辺さんにとってはもう別にないなら自分で動く、まあ、一見とても容量が悪いんですけど、でも野辺さんのそういう生き方を見てると本当になんていうか、なんか僕らが、まあ、一人一人がすべきことっていうのを僕はすごく感じて、まあ、僕も本当 3.11 が起きるまでは本当に眠っていた人間でですね、もう政治のことも全くじゃないですけども、ほとんどもう興味を示していなかったし、原発のことも全然知らなかったし、ね、いろんな社会のこと全然知らなくて、イギリスにいても本当恥ずかしかったですね。やっぱりこう割と出会う外国人というかイギリス人とか、なんかいろんな友達は割とそういう問題にも詳しいし、日本の政治はどうなってんのとかよく聞かれるし、この映画ワルシャワ国際映画祭っていうのに出品して僕も行って、ポーランドですね、そこで上映したんですけど、そこでもやっぱりもう本当20代ぐらいの若い人たちがもう率先して、やっぱ日本の政府はなんで避難させないのとか、なんでこう放射能が出てるのになんか日本はオリンピックするのとか、なんで福島がこんなことになってるのに戦争が始まろうとしてるのとか、なんかそういう質問がバンバン来るんですね。ドイツに上映しに行った時も一緒でした。ベルリンでやった時もドイツ人から、ドイツはもう、ね、脱原発したけど日本なんでもう憲法を変えようとしてるのかとか、そういうことも聞かれるんですね。僕は本当もう答えられなくて、なんか本当に
大変なことになってんだなっていうのがすごく、はい、その自分の作った映画を通して感じましたね。本当僕もこうやって、ね、人前に出てこういうふうにお話しさせてもらったりしますけど、全然なんかこう自分で考えて自分の意見を持つっていうのは多分すごく難しいことだと思うんですよね。なんかまあ育った環境とかいろいろあるかもしれないんですけど、でも一つ思い返してみると、僕子供の頃のことを思い返してみるとですね、小学校の卒業文集とか見てみると、よく卒業するとき書くじゃないですか。あれになんかなりたい職業をみんな書けって言われるんですけど、僕はそれがなくて、ただ人の役に立てる人っていうことを書いてたんです。人の役に立ちたいと。だからなんかどうあるかっていう、どんな職業に就くかよりも自分がどうあるべきかっていうことを、まあ、ちゃんと考えてたんだなっていうの、子供の頃は。それでそうやってよくよく考えてみると、いろんなこと、いろんな違和感に対してなんか耳を塞いでたというか、目を塞いでたなって。例えば子供の頃って大人ってなんかもう完璧な人だと僕はずっと思ってて、なんていうか間違ったことをしない、すごく先生とかもね、いろんなことを教えてくれるから、間違ったことをまさかするとは思ってなかったんですね。なんか大人が人を殺すなんて思ってなかったし、戦争なんて想像してなかったんですけど、ふと気づけば戦争が今も続いてるし、なんで大人は戦争をなくせないんだろうなってすごく違和感があったんですけど、そんなことはもう中学校高校って大きくなるについてもうなんかどうでもよくなったというか、全然こう考えないようにしてて考えなくなったんですね。でも信江さんに出会ってからは、信江さんは本当何でもかんでももう自分でちゃんとこう意見を持って行動して、なんか自分で考えるっていうことをされてて、でその信江さんがこう動くと、信江さんはこう若い人捕まえてなんかこう説教したりとか、こういうことしろって言ったり一切しないんですけど、信江さんが動いた後には勝手にもう僕とかその若い人たちが動き始めるんです。やっぱりこう行動でしか示せないんだなっていうのは信江さんを見てて思いましたね。なんかこう信江さんは決してこう口が立つというかね、人前になんかうまく話したりとか、こうね、論理的に話すことはできないんですけど、でも彼の行動を見ればもう何が嘘か何が本当かなんか分かるし、でそれが一番やっぱり人に影響を与えてるなって感じました。すいませんなーなーと。スーパーローカルヒーローっていうのはやっぱり行動でなんか自分で考えて、なんかとにかく行動する、なんかそういったなんか人がこれからどんどん出てきてほしいなという思いで作ったんですけど、上映していく中で日本にはもうそういう人がたくさんいるなっていう、まあ、僕はもう希望を得たっていう、得て今こうしてまだ上映が続いてるんですけど、そういった人がもう近くにいるし、自分でもね、そういう存在になれるんじゃないかっていう、そういう希望を持ちながら日々暮らしています。なんかあまりこういうことを上映先で言わないんですけど、もうすぐ選挙ですね。選挙です。まあどこに入れようが何しようが、僕らはまあ僕らみんなは多分考えていることはそんなに違わないと思うんですよね。行き着く場所は多分一緒で、ね、戦争したい人なんて多分誰もいないし、もちろん自分も死にたくないし、人を傷つけたくもないし、その方法をやっぱりこう自分でしっかり考えるっていうことが、まあ、この選挙がいいきっかけになればなと思ってるんですね。選挙の結果云々もすごく大事なんですけど、この選挙のタイミングで皆さんすごくお忙しい、僕も、ね、なんか考える時間あんまりないっていう時でも、
選挙のこのタイミングで自分はどういう生活をしたいのか、何が幸せだっけ、何がどんな未来にしたいか、なんかそういうことを考えるきっかけが多分こういう選挙だと思います。ぜひ一緒に考えましょう。すいません長々と。この後中でなんかこうゆったりお話ししたり楽しい時間があると思いますので、ぜひ残られる方は中の方にお願いします。今日はありがとうございました。